はい、皆さんこんにちは。どうしたの、ここでなんかキャリーバッグ持ってきてるの。今日あったかいじゃないですか。卵のとこと思った。やっぱ温度が高くなったらこうバッグを出すっていう。なんだそれ。まあいいや。来週からね、ここでちょっとキャリーで、はい、出張業務が入ってるんで、はい、ちょっと今週というか取れるうちにね、コメントのねコメント回答やっとこうと思って。だからさ、1時間で一気にダーンって出してから小出しにしてくださいよ。小出しに。いや別にえ普通は小出しにするんだろうけど、まあそうじゃなくてももうすぐ質問さ、回答欲しい人いるじゃん、やっぱり。だからもう仕上がったらそのままって言って、たまたまこう練習して仕上げたら50何分になってただけの話で、わざわざ長くしようとしてやってるわけじゃないからね。わかりました。はい、まず一つ目です。ゴルフ素人さんからです。ゴルフ素人さん、ゴルフ素人さん、いつも楽しく拝見していますと、はい、ドライバーは今一番ウッドが本間の、TW737 っていう450、はい、9.5 度を使ってますと、はい、シャフトは EZX65S、これ EZX ってホンマのオリジナルだと思います、ね、ホンマなんで、うん、ホンマのドライバーは、65g ね、ヘッドスピードは41から43ぐらいですと。でもう一本ドライバーが欲しいと思ってます、うん、おすすめのドライバーがありましたら教えてください。私に合ったシャフトもお願いします。シャフトに関してはね、一回分からないんですよ、スイング見ないと、あと癖とか。だからね、その質問はねちょっと答えしづらい。まあだからおすすめのドライバー、はい、出たよ、ピン G400、うん、まあでももうちょっとすると G400 マックス、マックス、ビッグじゃない、マックス。何ビッグマックいいと思いますよ、ピン。マックスも出るしね、4月の頭か3月の終わりだよね。はい、うん、っていうのは、まあ、小暮はピンがおすすめということです、うん。まあ、僕はまだドライバー打ってないんで、私のおすすめはとりあえず今のところないです。おすすめって自分の言えばいいじゃないですか、自分の。宮下さん、あれはちょっとみんなにしてみたら、見てる人からしたら古すぎるだろ。グローレの、だって、うん、F の、F2 じゃなくて F だからさ。あ、そっか、今 F2 がメインでしょ、うん。でもちなみに言っとくと、はい、俺が50、60飛び出したって言った時の、あれは中古市場で見つけたグローレの 10.5 度。宮下さんのドライバーはもともとゴルフパートナーでしたっけ、ね、忘れちゃった、うん、中古ショップで1万5000円で買ってきたやつ、うん、それで50ヤード伸びちゃったっていうんで、どこに潜んでいるかわからないので探してみてください。そうだから、そうかおすすめはこれですけど、うん、はい、続きまして、はい、テルミワンさん。なんか聞いたことある、ウェッジシャフトのことで質問です、はい、忙しい中、ウェッジシャフトのことで質問したものです、はい、忙しい中質問、ご回答いただきありがとうございます、もう一つお願いしますということで、鉛でいろいろ変わると言っていましたが、はい、シャフトを硬く感じるようにするにはどこに貼るのがいいか教えていただけますか、あとサンドエッジだけ硬くする理由も教えていただけると幸いです。硬く感じる、その人それぞれもまだフィーリングの世界が結構増えてきましたね。手元に貼る？グリップの先にね。いや硬く感じるっていうね。感じるっていうか重くする？うん、重くすればそのやっぱちょっと硬く感じるようになるからね。感じるから人にそれぞれなんだよな、感じ方だから。まあでも小暮はそれをそうしてるっていうのね、うん、いうカウンターバランス気味にした方がちょっと重くなるし、うんうん、でサンドウェッジだけ硬くする理由も教えてくれっていうことなんだけど、これはもうなんで出てくるんですか。いや、なんで俺も失礼しないとなんでサンドウェッジ知ってるんですか。違う、サンドを硬くする理由だよ、はい、知ってる。サンドウェッジはもうフルショットじゃなくてもいろんなことするじゃん、うん、アプローチもしなきゃいけない、バンカーショットもしなきゃいけないから、うん、バンカーショットの時にパッとボヨーンって柔らかくなると、うん、ダフったりとかっていうミスが、うん、多くなるから硬くしてる。お、うん、だろ、当たりじゃない、当たりじゃないよ、知ってんだよ知ってるから俺のも硬くしてる。いや1年前1年前まで6万円のシャットで硬くもないのにさっていうことでいいよね。だからこれね、細かい動きをするのにブレてほしくないから硬い、硬くしてるってことね、うん、
結構むちゃくちゃするじゃないですか、サンドバーンってもう、うん、あのそのバンカーじゃないですけど、うん、目玉も打たなきゃいけないですし、うんうん、はい、っていうことね。ジャンボさん目玉からも距離感出すから、はい。さあ続きまして、早いっすね、うん、まあこれはねちょっとうまく編集していくから。だから、ね、じゃあそしたらさ一個一個のさあれをもうちょっとこう、うん、あの盛り上げて会話しないで。いやお前盛り上げてってただバーサスになるだけの話じゃないか。はい、続きまして、森田一光さん、はい、フォースタンスでいろんなスポーツなのでタイプ別にトレーニングだったり、はい、目標の選手だったりがいますと、はい、僕はタイプチェックしたところ、うん、B2 タイプでした。もともと野球をやっていたので野球のタイプ別の特徴は分かるのですが、はい、ゴルフの4タイプ別のスイングの特徴だったりまだ分からないところがありますが、はい、体の使い方の仕組みとしては面白かったと思いました。はい、あとまあネットにはジャンボさんも B2 タイプと記載してありましたが、うん、競争小暮さんのタイプだったりフォースタンスの感想をお願いします。これはあれ難しい答えですよ。フォースタンスっていやもう突き詰めちゃえば、あの難しいからあれだよ、あの横心に聞かなきゃ、横心に聞かなきゃ分かんないけど、まあいわゆる人間のタイプを4つに分けて、うん、まあ簡単に言うとこれ違うかもしれないんで、うんうん、あの理解が専門家じゃないんで、うん、理解が あれかもしれないけど、うん、簡単に言うとま、あの曲げた時に力が入るタイプか伸ばした時に力が入るタイプかっていうのでまず2パターンと、体をねじって使った方がいいのか、それともこう揃って打った方がいいのかっていうニュアンスのイメージをしてる俺。ちょっと一言言いたいの、言いたいことを黙ってたけど言っていいですか。言っていいよ。逃げないでくださいよ。逃げないで。日によってタイプ違うじゃん。そうよ、だから俺はもう別だよ、別の人格、人間、人格じゃない、別の人間、俺はね。いやだって横田さんが、宮下さん、僕とか僕は A1 なんですけど、うん、ちょっと逃げないでよ。逃げてないよ、ちょっと。だから、僕は A1 で、ジャムさん B2、うん、で、宮下さんが日によって動きが違うから、うん、俺もう本当に試合会場で、トマルさんと聞いたんだけどね、横田さんに本当に教え、ちょっと宮下さんの何タイプか、うん、聞いたけど分かんなかった、ね、分かんなかった。あれっていやだから俺が思うに、やっぱ野球とかあのなんか、スポーツをやってた人間って、うん、いやそういう動きを関係なく動かしてきたわけじゃん、うんうん、だからあのこういうのが動きづらい、動きやすいって言っても動き悪くても動いてしまう、うん、体がね、だからあのこれには当てはまらない。ちょっと待って、なんかさなりそうなこともある。なんか自分がオールラウンダーみたいな。俺はまた別。俺はもうその日によって体変えるから。だからそれがオールラウンダーで全てに適応できるみたいな言い方じゃん。あ、まあいいや、声浮かし。まあだからね、まあフォースタンスもすごいもうこう、うん、アバウトにこう捉えながら練習に加えていくと、要は怪我をしづらかったりだとか、うん、そういうのがあるんで、うん、まあ、あの興味ある人は勉強すればいいと、うん、そういう体が。でもそれ一辺倒だと臨機応変がなくなるんですよね、うん、例えばつま先下がりの方が打ちやすい、つま、うん、先上がりの方が打ちやすいっていう、やっぱタイプ別に分かれたとしても、打ちやすい打ちやすくないじゃなくて練習しなきゃいけないから。あのコース上ではそうだから、うん、その当てはめすぎてもなんだっけ、そればっか練習すぎても、困った時にこう対処するにはやっぱ、まあ、苦手もやってほしい。まあ体の動きじゃないこともやればいいんだから別に、うん、まあね、うん、反射っていうのもあるわけだからね。なんですかその業界用語みたいな。いや違う違う、業界用語じゃないけど。全然ですか。だから俺の打ち方みたいなもんよ。ここにボールがあるから反射で打ってるみたいなもんだ。どこにシャフトがあるか分かんないけど、ピッて。いや、どこにシャフトが、ヘッドがあるかは分かるよ。あ、そう、分かるよ。どこにヘッドがあるか、どういう方向に向いてるか分からなかったら当たんないじゃん。だったら初めから綺麗にしよう。いや、綺麗にしようとしても10年努力したけどダメだったんだから、もうじゃあ俺自分の我が道を行こうっていう話になったわけじゃん。いろいろやってたじゃん、こうやってくっつけてってやったらもう全く飛ばなくなったりとかさ。あの誰か書いてたけど、俺は右肘がパッカンしなければ普通のところに入ると思いますっていうふうに書いてきてくれた人もいるんだよ。確かにそうだと思う、まあね、右肘がパッカーンするからパッカーンって入るんだから。
まあまあこれは、まあ、これはさ、フォースタンスは一応で、あの自分のその前にも言ってるけど、こういろんなあのこういう体のタイプもあって、うん、こういうゴルフのスイングをしていくといいんだなとかっていうのを頭に入れとってもらえれば、うん、データとして入れとってもらえれば、あ、じゃあ俺こういう感じのタイプの打ち方したらいいのかなとかいうのが分かるから、うん、だからさっきも言ったように簡単に言うと、こうやって曲げた時の方のが力が入るのか、伸ばした時の方が力が入るのか、それともこうねじり上げてこうやって、これクロスタイプね、クロスタイプね、こうやってあの細かく分かんないけど、こうやってねじり上げてからのが力が入るのか、それともカーンってインパクトを、あのワンツーじゃないけども、ローリーマキロンみたいに、多分ローリーマキロンより B1 だと思うけど、ローリーマキロンみたいにパーンってこうやって右腰、右肩がパーンってきた方が力が入るのかっていうことの、ほんとさ、シャフトとあれがないとかさ、形作りがっていうか、まあそのくらいのイメージでやってた方がいいと思う、それはね、うん、そう思います。ということでした。続きまして、はい、これもすごいね、ちょっと俺はこれ答えられない。いやいや、答えられない、答えられないって、クラブのことだから、振るの僕に、うん、クラブのことだから僕に任せる。池田浩一さん、はい、クラブいじりが大好きな還暦おじさんです、はい、あ、いいじゃないですか、60歳のおじさん、はい、この前セブンドリーマーさんがシャフトの納品に来た動画があったのですが、はい、うん、ジャンボさんのアイアンシャフトについて質問です、はい、まあ、答えられる範囲でいいからね、答えられる範囲、わかりました、うん、まあ、はい、あの要はジャンボさんのだと企業秘密っていうのもあるだろうから、あ、はいはいはい、まあ、答えられる範囲ね、はい、シャフトの振動数が全番って同じになっていると聞いたのですが、うんうん、それはデシャンボーの、うん、あれと同じような考え方なのかと。でまたシャフト重量も同じか、うん、フローしているのか伺いたい、はいはい、でまあ、この池田さんって人が思うに、うん、ショートアイアンの方が、うん、柔らかくなっちゃうのかなっていうようなこと言ってるんだけど、はい、ああ、そしたら感覚的に言うと、うんうん、そうなんですよ、ショートアイアンの方が柔らかく感じると思います。あ、そうなの、うん、俺全く分かんないから、そういうのだってあのシャフトの硬さ関係ないタイプじゃん、関係ない、硬きゃ硬いなりのしならせ方すればいいだけの話だからだってあの自分の絶対あれで反応するんでしょ、そう、ピッてこう、そうだから最初にやるでしょ、俺こうやってビーって初めて打つくらい、トップ上げてダウンスイングで、うん、これは柔らかいだからゆっくり遅らせてとか、そう分かってきたな、俺のスイングをだってさ、トリッキーだもん、だからこれちょっとショートハイアンだと柔らかくなるフィーリングがあるっていうのは、うん、合ってるっていうか、そうだよね、あの言葉だとそうなんです、言葉だとね、で、逆に言うとロングアイアン硬いです、あーっていう言い方になるんだね、うん、まあもうこの辺はね、俺がね、あんまりちょっとあのタッチしてないところでツッコミもしないからね、デシャンボー的な考えデシャンボーだから、デシャンボー的な考えはもう僕もちょっと研究してないんで、うん、ですけど、アイアンを全部フレックスの振動数が同じで、うん、振ってみたら、うん、打ってみたら、うん、えっていうことは思いますよ、うん、ということね、僕は実際今年からちょっと今やってるんですけど、うん、こういうの、こういう考えなんだっていう、あ、そうか、お前もセブンドリーマーズだから今ちょっとまだ慣れるのに、うん、慣れてる、いや、もう慣れたろうよ、うん、だから今年5ラウンドか6ラウンドしてんだろうよ、そしたらいや、もっとしてんのかよ、いやいや、してない、え、そのオール全部同じ振動数のシャフトって、うん、あ、こういう感じでコースだったらできるんだっていう、それはだってまだ実際これで一緒にラウンドしてないじゃないですか、僕はセブンドリーマーズしてるから、まあ、ただ12月の時はこれだったろ、違う、違った、うん、まあまあ全然怖くもね、かかってこい、怖い怖くない、あのそしたら、なんで質問の答えはだからショートアイアンは柔らかく感じる、ショートアイアンは柔らかく感じるのかなと思うのですが、うん、っていうことだから、うん、柔らかく感じるのがいいんですよ、それがいいの、いいのね、うん、わかりました、はい、それでね、この池田さんもう一つ、はい、これ俺わからないんだよね、はい、田村彩プロの、はい、あだ名がママっていうのは本当ですか、知らないです、知らないよね、そういう情報は別に会話しないもんね、そこまであの、はい、まあ、ここにいる時はもう怖いおじさんだもんね俺はねそこまで、はい、知らないです、うん、ということです、はい。